大山は、日本の鳥取県にある標高1729メートルの山。清掃火山であるが、かつ火山としては扱われていない。鳥取県及び中国地方の最高峰でもある。角板山とも呼ばれるほか、鳥取県西部の旧国名が、宝紀国であったことから宝紀大山、あるいはその山陽から郷土富士として、宝紀富士や出雲富士とも呼ばれる。 日本百名山や日本百景にも選定され、鳥取県のシンボルの一つとされている。大山昼山日山群大戦周辺の地形済み専用岩ドームの地形図大戦は、中国山地の連なりからやや北に離れた位置にある独立峰の火山で、その裾野は日本海に達しており、主砲の県ヶ峰や山湖砲、唐ヶ線や仙城山などの峰を持つ。山体は、 東山約 35km、南北約 30km、相対積約1 2 0トル。日本列島におけるデイサイト質火山の中でも最大級の規模である。抗議には南東側に連なる木星山、ヒルゼン、みが山などのヒルゼン火山群も大山火山の一部とされることが多いが、活動上の変遷から見て、ヒルゼン火山群を大山火山と区別する場合もある。 最高点は剣ヶ峰であるが、剣ヶ峰に至る重走路が通行禁止とされていることや古くから第二方の未戦で祭事が行われたことから、一般には未戦を頂上としている。一帯は大戦沖国立公園に指定されており、標高800メートルから1300メートルは西日本最大のブナ林に覆われ、その上部には高山信用樹林帯がなく、低木林や、 草原の鉱山帯になっている。山頂付近に見られる大仙キャラボクの巡林は、国の特別天然記念物に指定されている。また、国の鳥獣保護区に指定されている。周辺の地域では、古来からの大仙信仰が根強い。現存する最古の記述は、出雲国風土器の国引き神話で、三部山と同様に縄を引っ掛けて、島根半島を引き寄せたとある。 出雲国風土器では、河神岳、または、大宮岳と呼ばれ、奈良時代の養老年間に、山岳信仰の山として開かれたとされる。北西の山腹には、大宮山の神社、奥宮や大仙寺阿弥陀堂があり、明治の廃仏希釈まで大仙寺の寺領とされ、一般人の登山は禁止されていた。未仙溶岩ドーム、唐菅仙溶岩ドーム約百万年前から四十万年。 前に活動したヒルゼン火山群及び古紀大戦と新紀大戦に大別される。約35万年以降に20回のプリニー式噴火があり、最新の活動は約2万800年前と考えられている。ヒルゼン火山群の火山活動史については、ヒルゼンを参照。活動を開始した約100万年前から約21万年前に噴出した大戦 奥津高架火災物直前までの噴出物を古気噴出物と呼ぶ。川火山の形成、編集大仙火山の北西部に3つの溶岩ドームと1つの火災球が噴出した。最初期の噴出はワニバにザン溶岩ドームで、後にタタラド山溶岩ドーム、高例山溶岩ドームが噴出した。鍋山火災球も同時期に形成されたと考えられているが、 溶岩の年代値は得られていない。古希溶岩類の噴出、編集約60万年前から約40万年前までを中心に大仙火山の広範囲で、デーサイト質の溶岩が噴出した。大仙火山の東部では、千城山溶岩、高河、山溶岩、八外が山溶岩、大仙滝溶岩が噴出した。南部では、城山溶岩、 笛吹き山を構成する吉原溶岩が噴出した。大規模な火山独占場地の形成。編集古紀大戦の裾野には、西は、米子市福祉、北は、大仙町豊成海岸、東は、倉吉市国分寺、南は、真庭市昼前上、徳山野辺助まで至る、複数の広大な火山独占場地が形成された。これらの占場地の構成物は、 土石流堆積物を主体とし、火山6線状地6堆積物、溝口業界隠れ岩元層、古気線状地一面堆積物などの総称で呼ばれる。これらの火山6線状地は MIS8 には断球化したと考えられており、地形面は侵食が進んでおり、下流部にわずかに現地形面を残すのみである。約21万年前に噴出した大船。 おくつ効果火災物以降の噴出物を新規噴出物と呼ぶ。大戦最下部テフラ層、編集大戦最下部テフラ層の形成期の噴出物は、その多くが広域テフラとして認められる、高架火災物からなり、溶岩流や溶岩ドームは認められていない。大戦おくつ効果火災物は、大戦火山で認められる最初期の広域テフラであり、大戦から、 東南東1 0トル地点で総圧3メートル以上を示す。遠方では京都府綾部市で総圧2 0トルを示す。大仙別所高架火災物は真庭市昼前別所を模地とする広域手札であり、大仙から東南東1 0トル地点で総圧3メートル以上を示す。その他、大仙ヨドエ高架火災物など、 複数回のプリニー式噴火による火災物が噴出している。大仙カブテフラ層、編集大仙カブテフラ層の形成期の噴出物は火災流体積物と広域テフラとして認められる高火火災物、溶岩からなる。大仙松江高火火災物は大仙から北西へと降下し、出雲市周辺で層圧約20センチメートルを示す。新資産溶岩ドームは 大仙東方の新資産と振袖山を構成する溶岩ドームである。縄火砕流堆積物は大仙町縄を模式地とする火砕流堆積物である。縄軽石流とも呼ばれるが、軽石は全く含まれず、典型的なブロックアッシュフローによる堆積物からなる。この火砕流は新資産溶岩ドームの崩壊により発生したものと考えられる。 大船長の内急な和長の段球面のほとんどを構成している。大船聖地区高架火災物はプリニー式噴火による高架火災物で大船から東南東約 10km で総圧 2m 以上を示し、遠方では兵庫県北部で総圧 120cm、京都府腰畑盆地で総圧 30cm、富士山登録でも確認されている。 大仙中部テフラ層、編集大仙中部テフラ層の形成器の噴出物は、火砕流体積物と広域テフラとして認められる、高架火火砕物からなる。大仙石金高架火火砕物は、プリニー式噴火による、高架火火砕物で、大仙から東約 10km で、総圧 1m 以上を示し、遠方では、長野県基礎地域で、総圧 1.5cm を示す。 牧原火砕流堆積物は、大船町牧原を模式地とする火砕流堆積物で、ある。大仙倉吉高火砕物、編集大仙倉吉高火砕物は、大仙中部テフラ層の一つであり、大仙火山における最大規模の噴出物である。日本列島を広く覆って、降下しているため日本国内を代表する広域テフラの一つであり、 後期更新予の時間指標面として重要性の高いものとされている。分布域は大戦山麓から東方面に山陰海岸、北陸、新州、北関東の各地に広がる。福島県西郷村ま舟で総圧5センチメートルを示す。大戦上部テフラ層、編集大戦上部テフラ層の形成期の噴出物は火砕流堆積物と 高域手札として認められる、高化火災物、溶岩からなる。カラス河川溶岩ドームと笹が、平火災流体積物は、大仙南東部に噴出したデーサイト室、溶岩ドームと、それの一部崩壊によって流化した火災流体積物である。笹がなる火災流体積物は、甲府町の船谷川上流及び、又の川上流の谷底と、倉吉市関金町の野添川上流の谷底を、 それぞれ埋積するように堆積し、最大総圧は100メートル以上を示す。ミセン溶岩ドームとマス水原火砕流堆積物は、ケンがミネとミセンを構成する溶岩ドームと、それの一部崩壊によって流化した放気調カナヤダニを模式地とする火砕流堆積物である。大山火山で最新の活動である3個、ミネ溶岩ドームと阿弥陀川火砕流堆積物は、 大仙北東部に噴出したデーサイト室、溶岩ドームと、それの一部崩壊によって阿弥陀川沿いに流下した火砕流堆積物である。なお、大仙南麓の甲府町を机で、約3000年前の火砕流堆積物と、その高架火砕物を発見したとする報告もある。しかし、現在のところ大仙火山はかつ火山に指定されていない。日本海が淡木港の豪雪地帯であり、 標高800メートル台の大山アメダスでも年降節量は10メートルにも達する。登山コースは複数あり北側斜面を登る夏山登山コースとユートピアコースが地元自治体により一般に紹介されている。夏山登山コースは佐田川の源流となっている行者国の西側尾根を登り未仙に至るルートで初心者向きとされている。ユートピアルートは 行者国の東側尾根を経て、標高1516メートルの三戸峰付近にある、ユートピア避難小屋に至るルートで、上級者向けとされている。未線から三等三角点地点や県が峰、天狗が峰を経てユートピア避難小屋に至る、九重走路は、両線が、両サイドとも崩落しており、通行が禁止されている。これは、特に2000年に発生した鳥取県西部地震以降、 山肌の崩落が激しくなって危険なためであり、死傷事故も発生している。これらの登山口までは、JR 米子駅や JR 大山口駅から大仙寺駅のバスが定期運行されている。また、自家用車で登山口付近まで行く場合、鳥取県立大仙自然歴史館の近くに駐車場があり、米子自動車道の溝口インターチェンジから鳥取県道45号を経由して、 およそ十キロメートルである。ありがとうございます。